チェケンは、王の権威を敵として攻撃している、とき。それはつまり、人々の集まり、それを否定する、ということにはなる。新型コロナウイルスの影響はまさしくそういう。独裁捜索は、利益にならない、その壁を作っているのも、結局は、王の権威、その、意向で。それを破壊しよう、としたら、新型コロナウイルスそれの結果こそが、最良。そういう絵にはなる。よくある絵だ、人々を救わねばならないので核を使う。自分の思想としては、大賀さん、それこそが、王の権威、で、そこに否定を向けるという結果はそのまま、自身を傷つけていく、ということになる、とは思うが。志村健氏は亡くなった、古い世代の多くは骨を折る、それを厭わず、本当に自身の骨を折ってから後悔。新型コロナウイルスの猛威は、今もとどまるところを知らず、